ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、すべて私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。よいに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を払え。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと拓磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへは行けないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。そのはて、誰じゃったか知りもせんが、お主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。乙事は影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇様、必ずや勝利をつかんでまいります。ここが飛騨村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね。
隼人さん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。明かりは避けろ。突入する。夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるよね。隠れてる。光は避けて誰にも見つからないようにする。我ながら蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。明かりは敵だもん。惜しい足。そう、もらうわね。闇を利用しろ。メロディー。行くわよ。行ってこい。なんだ。俺の仕事だ。手裏剣を使おう。闇に隠れているのか。見つけてやるからな。バッチリの闇は外さない。静かに。いただくぞ。私にもらってほしいって。明かりが消えた。見張りが見る前に出ないと。まだ全部じゃないだろ。鳥の声。嫌なサプライズでしょ。コソコソした狐みたいに。静かにして。誰もいらない。見つからないようにね、ワナさん。起きてね。素敵。雲の巣に足を踏み入れるってね。できるわよ。終わらせてみせる。うまくいったわ。もらうわね。楽しいわね。幼児隠れの術。静かに。まるで夜のお…そのやり方で行くのはあまり賢いとは言えない。ハヤトさん、もしかして泳げない。バカを言うな。光は避けるのよ。ショーの始まりね。闇と一緒に動く。土を起きてたからよ。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。優雅な解決法ね。わかるか。はい、もちろん。しかし着る服がないだろう。名古屋ならそもそも必要なかった。なんで喧嘩してるの。今聞くな、ユキ。移動中よ。気づかれないまま簡単に。
敵の視野に入らないよう。単なるヘアピンね。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。計画実行中。幕開けね。闇を利用するのよ。服が見えるわね。期待できそうだわ。ここまで長かった。満足したか。ええ、とっても。あなたの態度でもっと楽しくなるわ。これでもっと良くなるわね。風呂でも持ってきてほしいか。それは素敵ね。決して譲りはしないんだな。光は避けるのよ。ショーの始まりね。敵の視野に入らないように。計画実行中。幕開けね。闇と一緒に動くの。優雅な解決法ね。この情報は重大ね。安全なところへ移動して分かったことを話しましょう。光は避けるのよ。移動中よ。気づかれないままね。みんないる？ここです。簡潔にな、ユキ。乙事大将自身がここにいるみたいね。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。同感よ。好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して、俺は影から。誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して。隼人さん、子供じみた遊びは終わった後にしましょう。終わらせてみせる。闇と一緒に動く。下の百姓は処刑だ。夜の刃。簡単ね。優雅な解決法ね。そんなの気にする。計画実行中。闇を利用するのよ。影様のため。栄光と名誉を勝ち取る。今行くわ。表現力には自信がある。百姓どもは頑張しよ。闇から闇へ。ちゃんと動くわね。メロディー、行くわよ。俺の仕事だ。ゆっくりと闇と一緒に動く。おい、何をしている。もっとお酒だ。闇の中を張ってるのか。部下は乗せる時を楽しんでいる。明かりをすり抜けて私にもらってほしいって。終わらせてみせるわ。移動中よ。
界が消えたぞ。百姓どもはどうでもいい。グーテンタークなんだ。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど、知らなかった。向き足、部下は残りの時を楽しむ。狐が狩り中よ。なんだ、火が消えてるな。こそこそと。もう一つ質問いいかしら。何かご用でも。我ながら上出来。夜明けには進軍する。夜の泥棒ね。そういえば、今行くわ。なんて優しいの。仕事しないとな。あれは何だ。誰か間違って消しちまった。冗談なる。闇を利用するなよ。何か見えるぞ。風で消えたのか。大したことじゃないだろう。コソコソした狐みたいに。下があの百姓は直営だ。静かにして。なんだ、明かりが灯っているはずだが。安全の確認を全うせねば。ゆっくりと。影様のため。見つからないようにね。そう、静かにね。おい、何をしている。もっとお酒だ。下があの百姓は食料だ。別の樽をご用意しておりますので。こそこそと。読んだらすぐ走ってこい。はっ。はい、もちろんで。罠さん、起きてね。部下は嫌なサプライズでしょ。敵の視野に入らないように。おお、酒だ。私ごめんね。あ、何でしょう。質問があるの。と名誉を勝ち取る。ええ、それで何かご用でも。もっと聞かせてよ。百姓どもはどうでもいい。おい、何をしている。もっとお酒だ。もう一つ聞いていい。馬車の荷物と安全の確認をしろ。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。鳥の声。ええ、それで。なんだい。静かにね。夜明けには進軍する。バッチリな罠ね。夜の泥棒ね。明かりを誰もいらないんでしょ。闇のごとく音を立てるな。もう一つ質問いいかしら。待ち望んだ戦だ。夜を利用するんだ。ああ、そういえば、ありがとうね。ああ、じゃあな。幕開けね。影様のため栄光と名誉を勝ち取る。会話術ってやつ。ごめんなさい、ありがとう。さよなら。風で明かりが消えたか。気づかれないままね。ガン。一滴の血、光は避けるのよ。誰かが間違って消したのか。確認することもないな。突入する。俺にぴったりの仕事だ。馬車の荷物と安全の確認を。静かに。
のように動け。音を立てるぞ。闇のごとく。闇から闇へ。下側の百姓は処刑だ。今のは簡単ね。狐が狩り中よ。時を楽しんで。そうだな。夜明けには進軍する。国葬から米、さらに牛をもらうぞ。確認しろ。あの百姓どもは生きてはおりませぬ。もし食いたければ我々に加担するべきであったな。偉大なる影様の指令で金沢の町を明日制圧する。部下にはよく食べてもらわぬとな。士官にはさらに食料をよこすように指導いたします。金沢城は将軍の憤怒に対する我らが砦。我らのものになれば影様から軍を率いて到着するまで持ちこたえる。おっこと影様の計画が分かったわね。金沢昇様にすぐ伝えましょう。イカダを盗んで川下へ向かいましょう。昇様の野営に同感だ。安全な川へと向かおう。二人ともようやくね。下側の百姓は処刑だ。夜を利用するんだ。待っているぞ。音を立てるな。闇を利用しろ。夜の刃だ。突入する。音を立てるな。まるで夜の狼のごとく。明かりは避けろ。俺にぴったりの仕事だ。おい、何をしている。静かに。もっと叫ぶ。用心深くね。幕開けね。夜明けには進軍する。移動中よ。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。優雅な解決法ね。闇と一緒に動く。待っても無駄だな。夜の刃だ。闇のごとく。馬車の荷物と安全の水のように動け。そこには行けないわ。今は優位に立って計画実行中。表現力には自信がある。神道滅局。待って。どうした。おっことを追って計画についてもっと知るべきだわ。内裁として側近に紛れるわ。いい作戦だがあまりに危険だ。イカダに乗れ。遠くから追うぞ。近い山の頂上に隠れてそこから唇を読むつもりなのかしら。どうして二人とも。一人より二人でいた方がいいわ。いいえユキちゃん、どちらかが昇様に知らせに行く必要があるわ。愛子さん、私がするよ。これは急を要するし子供の手に委ねるにはあまりにも重すぎるわ。子供じゃないよ。時間にたどり着くから。そうだな。この子に行かせよう。やむを得ないわ。でもこの連絡は本当に重要だから失敗は許されないわ。はい愛子さん。では行きましょう。